ここが奥から詰めるまで待ってた方がいいね。そうだね、中飛ばれたら終わりだもんね。最後吠えてこっち出してくれると思うけど。飛んじゃった？やましいか。もう一回向こうから返せねえかな。よし。ダメか。よし、ここいいよ、いいよ。よし。もしかすると鳥入っちゃってるかもしれないしね。こんだけ鳴いてんのにね。動いて行ってみたから、うん、必ずいてるよね、何かいるいる、ね、このシドだらけに小樹形が挟まっちゃってるとさ、うん、結構出せないからさ。なんだ一体なんだろうね。鳥じゃないね、これね。うん、ここここおいでおいで、よし、ゴフ。お、でも匂ってんな。出てきたらびっくりするね、うん、いそうだな。アークって打てねえよ。小樹形。あのオープンなやつを。
すごいちっちゃい昆虫系だったよね。初めてで、うん、俺も一回見ちゃってさ、あれうずらじゃないなと思って、だって濃かったもんね、色がね、うずらよりも。何が出たんや、小豆屋と一つ出たけど、話めっちゃちっちゃい小豆屋ね。昨日は応援か、犬、犬リクちょっと犬動画撮っていい？あ、どうぞどうぞ。おはよう、おはよう、えい。多分獲物の獲物の取り合いね、キジ出したってね、父ちゃん外したってね、父ちゃん困るね。まさに群長っていうぐらい出ましたよ。入れた？あの、入れます、入れます。全部林の中で数見えなかったですけど。で、撃ったの？いや、撃ってないです、撃ってない、見えなかったです。全部右へ左へ多分林の中飛んでて。今年あれじゃん、ゆうすけさんこっち来ないってね。来ないっすよ。長野行った方がいいわって。長野の方が近いですし、俺が取り入れるもん。うん、俺もこっちのは出会いは多い気がするけど。犬。そう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 。うん、全ては犬次第。それは否定できないよな。本当だよ。うちの親父8時に終わりだからもう一人だったら。あー、でも外したのか。外しました。今年は食べなくてもな、今までだったらそれで糸とらけて。そうだよね。今ほら横内さんがやっぱね欲しいだろうからさ。でもなんだかんだで山杉結構稼ぐもんね。そうそうそう、うん、こんだけ取ってるのも珍しいと思うや。山杉だけよ。昨日の記事ね。ちょっと悔しかったよ。ダメだなぁ、今日もまさか。今日多分当たんなかったな、あれあれだよね、パターンの間取っちゃったよね、多分小さすぎて。これぐらいしかないよ、これぐらいしかない。その半夜が裏のへこためにいるってことない？見てきました。見てきた？ダメだった？やっぱチェックしたんだ。今まで山で一緒に行き歩いた。うん。すんごとくんだけど。本当そうっすよね。めっちゃ人合わないですね。これでまあ順調に外してくれてればいいけどね。取るようになるとやばいね。外すけど弾入れないようにしてる。まあしょんないね、ワールドカップシューターがね。外してるからね。
どっちだろう。はい、皆さんおはようございます。グッチモーニング。グッチモーニング。はい、皆さんおはようございますじゃなくてグッチモーニング。中年おっさんの遊び事、グッチです。うるせえよ、気になくなっちゃうじゃねえかよ。何がうるせえだよ。これは俺のいつもの挨拶なんだよ。静かにやれ言えよ。